両広志明は、韓国、広州広域市出身の元体操選手。1990年代に活躍し、跳馬の、よう、ようににその名を残す。1992年バルセロナオリンピックでは、個人全種目予選敗退と振るわなかったが、1996年自身2度目のアトランタオリンピック体操では、跳馬で銀メダルを獲得した。 2000年シドニーオリンピックではいずれも予選敗退だった。1997年元日に放送されたスポーツマンナンバーワン決定戦員アトランタ飛び箱選手権大会に初出場、当時の世界記録21段を初挑戦で成功し一時的に世界大記録保持者となるものの直後に22段を記録したビタリー・シェルボに敗れる。同年4月2日に 同番組で放送された飛び箱世界一決定戦にて23段の世界新記録を樹立する。以降、同番組やサスケにも数度出場した。飛び箱に挑戦した選手の中でもズバ抜けて加速力、瞬発力に優れた選手であり、自分の秘訣について足が強いから、ロイター間に負けないだけと語る。その様は、同じく23段の世界記録を保持している。 池谷直樹も、洋さんの踏切を普通の選手が行えば、足が壊れるだけと語るほどであった。ありがとうございます。